こんにちは、粟田洋介です。最近ガッシュで絵を描くことが多いんですけど、今日はそのガッシュで猫モチーフの絵を描いていこうと思います。今日は猫アートということで、猫モチーフとか猫アートについてのお話も挟みながら絵を描いていこうと思います。出展しているイベントなどで、今は猫ブームだからなって猫の作品がいっぱいあるのを見ておっしゃっていく方が結構いらっしゃいます。でも私が猫の絵を描いている理由は、猫ブームとかの流行り廃りではなくて、こうやって猫が身近にいるから、私にとって猫が身近な存在だということにすみません。猫が好きな人の猫の絵と、そうでない人の猫の絵っていうのが見てわかるってことを聞いたことがあります。なのでそういった方たちには、私が猫が好きなことを見破られているのではないかと思います。こうして作品の上に座られた時に仕事を優先しないのも猫好きアーティストの特徴ではないでしょうか。この子はアメリカのニューメキシコ出身で、生まれたのは多分2005年の4月だと思います。近所の人が2月の寒い時にこの子を譲り受けて、その頃生後2週間で、その人がミルクを飲ませたりしながら育てました。その2ヶ月後の2005年の6月に私が引き取りました。うち猫1匹だったんで、もう1人友達ができてすごい良かったんですけど、今まで留守してると1匹しか猫がいなかった時は、いつも帰ってくるとドアまで迎えに来てたんですけど、2匹になってからはもう寂しくなくなったのか、玄関にお出迎えがなくなっちゃったって感じで、でもね、ちょっとすると2匹でドアまで出てくるようになりました。
猫モチーフってかなりの人気で、今は猫ブームとか言われてますけど、ブームとか関係なしに昔から猫モチーフってかっこよかったり可愛かったり、猫っていうのはすごく絵になるモチーフなんだと思います。猫を飼う前から猫モチーフの絵って描いてたんですけど、やっぱり猫を飼うようになってからなんか意識しないでも猫がモチーフとして、まあそれがメインの時もあれば端っこの方にちょこんといる場合もあるし、なんかそういう風になってきました。あとは猫アートっていうジャンルで活動するチャンスが結構あるので、なんか猫に助けられてるんだなってすごく感じます。この猫は私の人生初の猫です。2005年の2月に飼い始めました。なんかすごい寒い日で外からギャーって声が聞こえて、何かと思ったら小さい猫がすごい大きい猫と喧嘩していて、その小さい猫というのがこの猫だったわけです。一晩うちに泊めたんですけど、もしもこんな可愛い猫を飼ってる人が猫がいなくなっちゃったらかわいそうだと思ったので、もしかしたら誰かの猫かもしれないので、その次の日外に出して、もし帰ってきたらこの猫を飼おうと思って、そしたらね、翌々日だったかな、帰ってきたんですよね。でそれ以来ずっと一緒っていうわけです。その時は子猫だったんですけど、すごい小さい子猫でもなく、でも大人でもなくって感じで、多分人間で言うと中学生ぐらいの猫だったんじゃないかなと思うので、2匹とも16歳ということになります。完成した作品です。植物の成長というタイトルにしました。私の場合、描きたくないものを無理に描いてもいいものができなくて、で描きたいものといっても需要のないものばっかりだったりで、描きたいものの中で需要があるのがこの猫モチーフ。たまたま私は猫が好きで、そしてたまたま猫っていうのが今人気があって、というわけで結構救われてると思います。猫は大人になってから飼い始めたんですけど、子供の時犬を飼っていて、でその時は犬の絵をたくさん描いていました。よく犬派とか猫派とかあるかもしれないんですけど、私は犬も猫も両方好きなんですけど、今うちに猫がいるので、猫は身近な存在なんですよね。なので猫の絵をたくさん描いてるというだけの話です。なんか猫モチーフ、猫アートの話をするはずだったんですけどあんまり話すことはないですねというわけで最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。